クラレンス・アビアターアル・ウォルドはアメリカ合衆国の数学者、著述家、教育者である。インディアナ州演習立法案をめぐって重要な役割を果たしたことで知られている。ニューヨーク州ハモンドで生まれた。ウェズリアン大学で1875年にバチェラー・オブ・アーツ、1878年にマスター・オブ・アーツを取得し、1894年に シラキウス大学で PhD を取得した。1877年から1881年まで、ウェズリアン大学数学科でチューターをしていた。インディアナ州テレホートのローズ工科大学で、数学教授や学長代理を務め、1891年から1895年まで、インディアナ州グリーンキャッスルのデポ大学で、数学教授、 1895年から1898年まで、インディアナ州、ラファイエットのパドゥー大学の数学主任教授を務めた。その後、セントルイスワシントン大学で、数学教授、数学と応用力学のセイヤー教授、数学科主任を務め、1917年より、同学の名誉教授となった。1888年にエマニュアル・オブ・ディスクリプティブ・ジオメトリー、 ウィズニューメラス・プログレムズを刊行した。ウォルドは、インディアナ科学アカデミーの創立会員であり、1897年には会長を務めた。同年、集会員を通過していたインディアナ州、演習立法案について、採択すべきではない理由を州上院議員に説明し、採決が無期限延期されたことで、有名になった。ありがとうございます。